はい、今回は和食器についてご紹介したいと思います。大きく分けるとですね、磁器と陶器ですね。こういうのが陶器になりますね。で、これは僕が陶芸教室で以前作ったものになります。これは磁器になりますね。陶器と違ってガラス質で冷たい印象のあるものが磁器になります。もともと土が違うんですよね。このように手書きで細かい絵が描かれているのも特徴になります。もちろん無地のものもあります。こちらはですね、水が流れているような器ですよね。夏向きの器です。これは青磁のとっくりですね。ここからは器の目利きの話をしていきたいと思います。これはですね、有田焼の手書きなんですよね。すごい細かくて、これだけのものを1枚ずつ書くとしたらすごい大変な労力だと思います。これは伊万里焼ですよね。華やかな絵付けが特徴の焼き物です。器を裏側に返した時、だいたい作家さんの名前が入ってるんですよね。それを正面に向けた時に反転させると、そこが正面になります。これも有田焼ですね。煮物碗になります。上と下がちょうど重なるようになっています。これは兵庫県丹波の丹波焼になります。釉薬を流して綺麗に焼き上がっています。これもさっきと同じ作家さんで市野さんですね。最近では何焼きという縛りはなく、アーティストだと表現した方がいいと思います。これは江戸時代の尾形乾山のコピーです。350年経っても現在も愛されているというのは素晴らしいですよね。これは備前焼の作家さんが磁器の土を使って馬上灰を作ったものですね。真っ白で冷たい雰囲気がありますよね。夏向きの器です。これは木瀬戸ですね。好みが分かれてくるような器ですね。これは唐津焼ですね。絵唐津といって、子供が描いたような遊び心のある絵が特徴です。これは織部焼ですね。とても形が特徴のある個性的な器です。こんな風な波の雰囲気のある器も作ることが可能なんですね。これは有田焼で松の形ですよね。おめでたい雰囲気があります。これは朝鮮唐津ですね。何の形に見えますか？この3つに分かれてる雰囲気、柿をイメージしています。陶器の特徴としてはこんな風にザラついてるんですよね。なので汚れが中に入りやすいというのもあります。もし汚れが入るのが嫌な場合は、水につけてから使うと汚れは吸収しづらいです。これはアワビの形をさせた唐津焼きになりますね。こっちと比べると釉薬の流れ方がちょっと大胆というか大きいですよね。やっぱりこっちの左の方が細かいですよね。この釉薬の流し方はなかなか出せないと思います。値段もそれなりですね。これも唐津焼きなんですよ。ジャカラスといって蛇の鱗みたいですよね。こんなとっくりで飲んだらさぞかしうまいんでしょうね。こんな風に足がついている器を高台と呼びます。この器もやっぱりひし形に作られていて、で、絵付けもですね、この縁にも書いてありますよね。そういうものはやはり見た目も華やかですし、高級感がありますよね。こんな風な小さいのは豆皿と呼んだりもします。魯山人の言葉で高級な食材、例えば伊勢海老とかウニですね、そういうものは質素な器に盛りなさい、そして芋の煮っころがしは華やかな器に盛りなさい、なんて言葉があります。バランスが大切です。夏場はこんな切り出しのあるガラスの器に盛ってもいいと思います。
こんな変わったグラスもあります。これは千葉県の工房の菅原ガラスという会社のものです。これは備前焼ですね。4辺を内側に折り込んで叩いた叩き皿になります。これは赤絵ですね。よく花と鳥なんかが描かれているのが特徴です。結構細かい仕事がされていますよね。日本料理ではガラスの食器のことをギヤマンと呼んでいます。これは菊花文様の器ですね。よくエビなんかが描かれている器もありますね。こんな風に上薬の釉薬が違うだけで全然違った顔を持つ器ですね。元は一緒です。ただ釉薬が違います。あとは日本料理は懐紙といって季節の葉っぱを添えたりします。これはわさびの葉っぱなんですけど、ちょうど新緑の雰囲気が出せますよね。中に何を入れたらいいですかね。純菜とかですかね。器はですね、高いからいいっていうわけでもないんですよね。なので自分の好きなものを使えばいいと思います。私も実際に器の趣味っていうのは年々変わっています。これは火だすきといって藁を置いて焼いたものですね。その後になります。日本料理はですね、中の食材や調理法だったり味付けも重要なんですけど、器もとても重要な要素の一つだと私は思っています。日本料理の器の楽しさが伝われば幸いでございます。